チャンネル登録者数100万人の小指王子です。じゃあよろしくお願いします。今日なんですけども、急遽ですね、動画を回しておりましてですね、皆様に本当にご報告があります。動画でも上げさせてもらったんですけど、まあ就職が決まりましたと、欲しくなるっていう話をしたんですけども、決まった仕事がですね、脱毛のメンズっていう風に、まあ周りの友達にとかにも本当に言ってたんですけども、実はメンズ脱毛をやめてたんですね。これはまあ理由はちょっと会社と俺との中でも言えないようになってるんですけど、まあいろいろ事情で退社をして、退社というかもう本当になかったようなことにしてもらって、その白紙に戻してもらって、まあ簡単に言うと退社したってことは、メンズ脱毛を俺は実はやってません、就職してません、本当にすいませんでした。まあちょっと見え張ってなんか辞めたって言いづらいんよね、本当にやっと決まった就職なわけやん俺からしたら。まあこの動画をずっと見てくれてる方はあれですけど、なかなか決まらなくて、でめっちゃ11社くらい落ちとったね、面接受けて。やっと受かってたのが、まあ、メンズ脱毛で、もうやっと仕事できるし、これでもうなんか周りとの格差も埋められるな、頑張ろうっていう時で、まあいろいろあって、まあ、会社今辞めてるところで、やっぱ友達とかにさ言えにくいじゃん、お前根性ないなみたいな、今いろいろ事情があるけ、その事情聞いたらなの、そら仕方ないってなると思うんだけど、言いづらかったから見え張って多分言ってないんよ俺。今この動画を再生した方が、再生した友達は今多分気づいてる、ごめん、本当にごめん。じゃあ今何もしてないん、君は。小指王子自体は今何もしてないんって思った、そこの君、違います、安心してください。その仕事を、あの大手の車の会社なんですけども、これはもう名前はちょっと言えないんですけども、車屋さんで、まあ、働くことにが今決まりました、面接行ったこの日にね。結構めちゃくちゃ大手で、もう本当に業界ナンバーワンの車屋さんです。結構大手の会社なんですけど、給料もまあそこそこ良くて、まあ業界一なんで、そこそこ人気の会社なんで、皆様多分話聞いたら分かると思うんですけど、全国にあるんで、来週から会社に行って勤めていきたいと思います。しかもさ、そこの営業職におっちゃんしかおらんくてさ、若者が23ぐらいとかおるぐらいで、ベテランというかおっちゃんバー、30代の坊ちゃんでも話とかさ、もう合わないじゃん、もう絶対に合わないよね。政治家の話しようか、老後の年金の話するって感じになって、もうどうしようって感じなんですけども、なんで俺が営業職にそんなにこだわる、まあそんなになんかインセンティブ歩合にこだわるかって言いますと、自分がどこまでできる人材なのか挑戦したいんですよ。自分がどこまでできるんだろうみたいな。だったらさ、普通の給料だったらさ、いくら俺が頑張って成果残したところでも給料はさ反映されんけさ、どんだけ俺ができるか多分分からんと思うよ。もうまあインセンティブだったり歩合だったりついてるところの会社に勤めることによって、やっぱ給料に反映してくれるの、自分の頑張りって。そこでまあ自分の実力っていうものを知れるわけよ、限界を。じゃあ自分の限界はこんなレベルだったらもうちょっと勉強せんといけんなとか、じゃあこのレベルまで行ったらほんでもうちょっと違うことできるな、ほんでビジネスできるやんとか、自分の可能性をどん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 広めていって、まあ、いろんなことに挑戦していきたいと思う。自分の実力、自分の強さをさ、わからんとやっぱさ、自分の限界を知っとかんとやっぱ強くなれんじゃん。ルフィなんてさ、どんだけでかい相手に対しても立ち向かうやん。あれはやっぱ自分の力を試したいと思ったんよね。知らんけど、あんまワンピース見たことないけどわからんけど。それこそドラゴンボールとか。自分より強い相手にどん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 立ち向かっていっとるやん。あれはやっぱ自分の強さはどこまで強いんかっていうのを試した上で、そっから成長していって、スーパーサイジン2、スーパーサイジン3とかさ、なんかわからんけど、じゃけ、そんな感じで、俺も限界じゃないけど、自分の限界を見た上で、まあここまで行くんだったら、じゃあもうちょっと勉強しないといけないなとか。なんかもうめちゃくちゃいいレベルまで行くんだったら、ほんじゃって別にこの会社は進めんけど、自分の力でいけるやん。ほんじゃ事業できるやんっていうので、まあ、自分のお店を作ったりとか、押していきたいと思っとるのが俺の考え方なんだよ、この、あの空っぽの頭にはそういう考え方が入ってましてですね、はいはい。だから YouTube もいろいろ挑戦していってるんですけども、 YouTube でも収入が全てじゃないよ、やっぱお客様とか、まあその黒林さんもそうだし、お客様がありきの自分の給料だと思ってるし、はい、YouTube も視聴者がありきの YouTuber だと思ってるけど、視聴者がいくらこんだけだ俺が動画出し続けても見る人がおらんかったら意味ないわけやけ、つまらんと思うよ、俺の動画マジでつまらんと思うよ本当に。まあ、自分ができる範囲で、やっぱ継続できるっていう範囲で YouTube を続けることがやっぱ大事だと思うよ。まあそうですね、就職無事に決まったっていう動画になるんですけども、やっぱ
その権利部の先生方とかね、美容学校の先生方とか、まあ、友達だとか、まあ、いろんな方が見てくださってると思うんで、心配かけさせないように、まあ、動画をアップした。これもう身内の動画やな。もう YouTube 全国に上げる動画じゃないけど、全国には多分こういう人もおると思うよ。コロナ禍で就職決まらんなーって言ってて、もうそこで諦めたら本当にダメだと思ってるけ、自分は就職が一回退職したけど、ちゃんと就職できてっていう報告と、その YouTube のコンテンツ、めちゃくちゃ膨大な企画とかはできないと思うんですけども、その上でも動画を出し続けたいと思ってる。まあ最初のうちは研修とかで一多分辛い、きついと思うけど、ほんまにもう動画上がるか上がらない日とか来るかもしれんけど、まあ、見てくださってる方々がいる限り動画を出したいと思ってます。成功するじゃ、なんじゃあかんじゃ言って、報道に移さんと、多分無理やん。成功したいです、成功しまーすって言っとるやつが、じゃあ家でガーってさ、いびきかけて寝とったら、それはもう無理やろってなるじゃん。じゃなくて、やっぱ成功するので行動して、どんだけ見てくれる人がいなくても、どんだけ叩かれたとしても、自分の夢がある限りそれを夢を追うしかないんよ。いつ死ぬかわからんやん、俺ってさ。俺っていつ死ぬかわからんし、周りの人がいつ死ぬかわからん、友達がいつ死ぬかわからん環境の中で俺たち過ごしてるわけや。いつ死ぬかわからんから、もう悔いのないように生きようっていう風に決めたけ、友達に会うだって、友達と遊ぶにしたって、もうその日が最後だと思って、もうその友達が今日死ぬかもしれない、いつ死ぬかわからんけ、あの今日遊ぶってなったら、今日会ったことが最後の日だと思って俺は接するようにしようかなっていう、心のもうマインドも変えていこうと思ってるけ。そんな感じで、まあ自分はこれからも就職と YouTube 活動を頑張っていくので、まあ、こんな変なやつについてきてくれるからって、ついてきてくれる方がいましたら、チャンネル登録と応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画まで。バイバイ。